はい、こんにちは、飯田です。今回もラジオやっていきたいと思います。今回ね、ラジオネーム、ナミさんからいただいたお便りを取り上げさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それじゃ早速読み上げさせていただきます。飯田さん、初めてお便りします。飯田さんが音楽をやってきて、一番良かったなと思うことは何ですか？ぜひ聞かせてほしいです。っていうお便りをいただきました。ありがとうございます。そうですね。僕が音楽をやってきてよかったなって思うことって、たくさんあるんですけど、そうだな。ちょっとたくさんありすぎるから、全部話すと長くなっちゃうんで、パッと今、まず思ったのは、やっぱり自分が音楽っていうものを、作ること、音楽っていうもので表現をするっていうことができるっていうこと自体がすごい良かったなと思います。例えばさ、なんかこう、悲しいことがあった時とか、嫌なことがあったとか、辛いことがあったとか、そういう気持ちっていうのも音楽に乗せることができるし、音楽として表現することができる。から、なんかこう、いろいろあるじゃないですか、生きてたらね。生きてて、そのいろんなことがあるんだけど、それすらも音楽として作品にできるっていうことが、それが僕はやれててよかったというか、音楽やってよかったなと思うことの大きな一つのことかなと思いますね。なんかただただ悲しいとか、ただ切ないとかさ、ただただ辛いみたいなっていうだけじゃなくて、その経験すらも、その感情すらも音楽にしてっていうことができると、なんかなんていうのかな、そういうネガティブな気持ちとかも、そういう音楽って作品にすることによって、なんかこう、なんていうのかな、自分の中からこう出せるというか、なんだろう、無意味じゃなくなるんですよね、それ自体が。もし僕が、自分が音楽やってなかったら、ただただ悲しいとか、ただ切ない、ただ嫌な、辛いとかっていう、その気持ちが自分の中に残ったままになっちゃうと思うんだけど、そうじゃなくて、作品にする、音楽にするっていうことで、一つこう区切りがつけられるし、また同じような、自分と同じような気持ちになってる人の背中を押すこともできるし、寄り添うこともできるっていうのがすごく、音楽やっててよかったなっていうふうに思います。だから昔ね、失恋した時に書いた曲があるんですけど、その曲とかも、こう、初めて聴いてくれた人が泣いてくれたんですよ。泣いてくれて、いや、なんか本当にもう、私の今の気持ちそのままです、みたいなことを泣いてくれた人がいたんだけども、そことがやっぱし、あると、自分のそういう辛かった気持ちとかさ、もう無駄じゃないなっていうかね、それを音楽にして発信することで無駄じゃないんだなっていうふうに思えるし、それは本当に音楽やってよかったなと思いますね。あとは、まあ一番は何なのかっていうとですね、僕は人との出会いだと思ってます。人と音楽を通じて出会えて繋がることができたっていう、それが一番ですね。何よりもは。もちろんさっきみたいな自分の感情がとか、ね、いろんな経験が作品に昇華することができるっていうのもあるんだけど、一番は音楽やってきて何が一番良かったんですかって言われたら、絶対に人とのつながり、出会い、つながりっていうのが絶対だなって思います。なんか僕ももうずっとね、音楽を始めてから十何歳だ、一番最初は16歳ぐらいかな、でギターを触り始めて曲作り始めて、でステージに立ったのは遅かったですけど、遅かったっていうか周りと比べてね、21かなの時に初めてステージに立った。まあ今思えば別に遅くもないんだけどね。周りが早すぎたから、ね、中学生から高校生から文化祭でやってますみたいな人たちもいるからね。それに比べたら遅かったなと思うけど、別に遅くはないんだけど、そうそうそう。でもその、なんだろうな、そこから始めてもう十何年経つわけだけど、その間にさ、いろんな人とこう、出会えてるわけ。ね、音楽を通して。音楽をやってることによって出会えて、音楽をやってるから、こう、縁も深くなって。で、十何年もやってれば、それはもうかなりの数の人とね、その音楽を通じて、出会えてるわけなんだけど、やっぱり僕の今周りにいる人、僕を支えてくれる人たち、で、僕が音楽をやってなかったら、絶対に出会ってない人
ばかりなんですね。住んでる場所も違うし、年齢も離れてる人もいるし、で本当に音楽やってなかったらこの人と絶対出会うことなかったなっていう人ばかりです。でもそういう人たちが今の僕を作ってくれてるし、今の僕を支えてくれてるのはそういう人たち、応援してくれてるのもそういう人たちなので、本当にね、出会いって面白いなと思うんですけど、そうやっぱりね、その音楽をやってたから出会えて、音楽をやってたからどんどんこう自分にとって大事な存在になっていった人たちっていうのがたくさんいるんだよね。うん。で、僕、バンドをやってるんですけど、そのバンドの相方ってもう僕の生涯の大親友、もう家族みたいなやつなんだけど、そいつともやっぱり音楽をやってなかったら出会ってないよね。年齢も向こうが2個上だし、住んでる場所も違うし、そもそもが、うん、接点が全くないような、普通に暮らしてたら、音楽やってなかったら接点が全くないような人なんだけど、でも、そいつと出会えたのは、ね、やっぱり音楽を始めたから、始めてたっていうか、まあ、ギターをやってたからなんだよね。で、そいつの、そいつと出会ったことによって僕は音楽の世界にこう足を踏み入れて、行ってこうミュージシャンになりたい、プロの音楽家になりたいっていう方に人生をこう舵を切っていったのは、そいつとの出会いがあったから。なのね。そう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 。で、そこからいろんなとこに行って、全国ツアーとかも自分で回るっていろんなとこ行ったんだけど、それでも、その現地でさ、また知らない人に出会うわけじゃん。出会って、よくしてもらったりとかさ。本当に、そういう人たちともね、当然だけど音楽がなかったらその土地に僕行ってないですし、その行ってたとしても、そこのライブハウスとかにね、行ってないわけだから、出会うこともなかったような人たちとか。お客さんももちろんそうね、演者だけじゃなくてお客さんもそうだし、楽器屋さんもそうだし、ライブハウスのスタッフさんとかもそういうのもそうだけど、とにかくたくさんの人に僕は音楽をやって出会えてこれたので、そうそうそう、だからね、何が一番やってきてよかったっていうのは、一番は何ですかって言われたらそれかな。うん、本当にたくさんあるけどね、やっててよかったなと思うことは、うん、たくさんあるけど一番は何なのかって言われると、やっぱり人との出会いかなっていう風に思います。だからね、今回お便りくれたナミさんも音楽やってるのかやってないのかちょっとわからないですけど、もしやられているなら、もしくはこれからやりたいなと思うんであればね、人との出会いっていうのはすごく素敵なものなんだよっていうのを、まあ、別に僕が言わなくても分かってるかもしれないけど、そうそう、でもすごくね、大事にしていくと、よりこう音楽も深みが増すし、楽しさも増すと思うので、うん、何かこのね、僕のお話が参考になればいいなと思います。そんな感じで今回のラジオは、おしまいにしたいと思います。この番組ではお便りを募集しています。メールでお便りくれる方は、mizplus.official.club@gmail.com まで、そして専用のフォームからもお便りをいただくことができます。いただくことができます。これ日本語おかしいかな。お便りをしていただくことができます。専用のフォームはね、この概要欄の下のところにリンクが貼ってあるので、ぜひそちらの方から気軽にお便りを送ってみてください。それでは、また次回の放送でお会いできるのを楽しみにしています。井田まさきでした。したら、またね。バイバーイ。